はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼッっです。それでは今回なんですけども、夏の PayPay ペイペイ祭り、7月1日に開催お得満載ということで、今回は PayPay ペイペイの大型キャンペーンについてですね、この動画では来月7月に開催される PayPay ペイペイのキャンペーンについてお伝えします。僕なりに簡単にピックアップしてまとめましたので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ってことで今回紹介させていただくキャンペーンこちらですね。夏のペイペイ祭り、夏のお得な1ヶ月ということで、こちらのキャンペーン来月の7月の1日木曜日から7月25日までの約1ヶ月ほどのキャンペーンとなっております。 まあ最近ね、ペイペイはかなり大型のキャンペーンというのはなかなかないとこではあったんですけども、かなりね、今回は7月に力を入れてきてるという感じとなっております。で、このキャンペーンですね、大きく4つに分けてサクサクっとお伝えします。まず一つ目なんですけども、バランス7-11とペイペイのキャンペーンですね。で、キャンペーンの詳細をね、簡単に見ていこうと思うんですけども、こちらですね、7-11のアプリからペイペイで支払うと5%戻ってくるキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、ソフトバンクワインボイル そして、ヤフープレミアム会員の方であれば10%が戻ってくるということになっております。で、まぁ、あ、すでにね、このサービス利用されている方であればご存知の方多いと思うんですけども、セブンイレブンのアプリと PayPay ペペを連携して、それで決済をすると。そしたらですね、セブンイレブンのアプリの機能と PayPay ペペの支払いが一度に利用可能ということですので、それでね、 ペイペペボーナスとセブンマイルっていうダブルでポイントを貯めることができるので、かなり便利なサービスとなっております。で、こちらのキャンペーンの詳細なんですけども、先ほどお伝えしたように、ソフトバンク、ワインバールプレミアム会員の方、ヤフープレミアム会員の方は10%分の還元がされて、それ以外のペイペイユーザーの方は5%付与となっております。まあね、ちょっと還元率は静かなとこではあるんですけども、もしね、セブンイレブン利用される方はこの方法での決済がお得かなと思います。 いつもの上限の計算なんですけども、ソフトバンクワインバーレプレミアム会員の方に関したら、1回に100円相当までですので、まあ実際に1000円分決済したら100円到達して、 期間中のトータルで1000円相当までということでございますんで1万円分決済したら1000円に到達するっていうことになりますでそれ以外のペイペイユーザーの方であれば1回に100円割ることの0.05はなので2000円分決済したら100円に到達して1000円割ることの0.05はなので2万円分決済したら上限の1000円に到達するっていう感じなんでまあガチのセブンイレブンユーザーの方であればまあまあペイペイで決済してもお得かなっていうですけどまあ5%付与なので三井住友ナンバーレスを持っている方はそちら こちらの決済で、もいいかなと思ってますで続きまして、二つ目なんですけども、こちら、街のお店ということなんですが、まあ、それがこちらなんですけども、まあ、PayPay のお知らせの画面から、結構ね、かなりのお店が出ております。まあ、いろんなお店が出てるんですけども、僕なりにいくつかちょっとね、お得なところも含めてピックアップをすると、 例えばですね、ここですね、夏の PayPay ペペ祭り、高校でお得なキャンペーンのところなんですが、この高校でのキャンペーンが7月の12日から23日の場合決済したら、まあ5%と10%付与ということなんですけども、 この24日と25日であれば、還元率がぐんと上がりまして、まあ、ここにも出ているように、通常のペイペイユーザーでも50%付与そして、ソフトバンク、ワインバイル、そしてヤフープレミアム会員の方であれば、なんと55%付与ということですので、まあ、結構ね、広告を利用される方であれば、この2日間を狙うのは結構ありかなと思います。ですけども、ヤフーカードであったりとか、ペイペイの後払い、その他のクレジットカードであれば、対象外となっておりますので、気をつけてください。一応、付与上限が200円ということでございますので、まあ、通常の ポペーペーユーザーの方であれば200割ることの0.5なので400円分決済したら上限に到達してそしてソフトバンクワイバルそしてヤフープレミアム会員の方であれば200割ることの 0.55なので、364円分決済したら上限に到達するっていう感じですね。なのでまあ、2本分ぐらい買ったらちょうど上限に到達するかなっていう感じですね。ぜひですね、この2日間を先に押さえてみてもいいと思います。で、続きましてこちらですね、ちょっと猫ちゃんの配置を変えまして、お得というよりかはね、結構ここのお店利用されるのかなと思いまして、かっぱ寿司のキャンペーンなんですけども、こちらは7月25まで開催中でございまして、5%付与と10%付与で分かれております。 なので、通常の PayPay ユーザーの方であれば、 なので、付与上限が1回に1000円相当、期間中トータルでも1000円相当まででございますので、1000円割ることの0.05なので、2万円分決済したら上限に到達すると。そして、ソフトバンク、ワイバル、ヤフー、プレミアム会員の方であれば、1000円割ることの0.1なので、まあ1万円分決済したら上限に到達するっていう感じですね。なので、活発値利用される方はね、ペイペイ決済もまあまあお得かなと思います。他にもね、月次銀だこでもお得ということで、還元率は先ほどのペイペイと付与上限がちょっと変わってたり、 とかあと松屋とか松の屋とかでもお得ですねこちらも還元率は先ほどと同じなんですけども付与上限が若干違ってたりしますで、かなりねお店が多かったりするのでご自身が普段利用されるお店まあ今回ね家電量販店も入ってますんで 5%10% なんですけども付与上限とかもあったりするので、まあ、今回ね7月に大きなお買い物とかさっき方は量販店でのお買い物も 狙ってみてもありなのかなと思います。で、続きまして三つ目なんですけども、こちら、オンラインのお店でもお得ということで、で、オンラインショップもですね、まあ、今回かなりのお店が対象となっております。 で、この中で、まあ、僕が一部ピックアップをするのであれば、例えばですね、あ、これですね、サンプル百貨店でお得キャンペーンということで、まあ、僕の動画を普段から見ている方であれば、ある程度ね、あの、サンプル百貨店って聞いたことがあるって方多いと思うんですけども、それがね、こちらのショップなんですが、まあ、ある程度、いろんなね、商品が本当に、ま、安く購入できるインターネットの一支サイトとなっております。例えば、僕の場合、あの、炭酸水を買うことがすごい多いんですけども、例えば、ウィルキンソンの炭酸ですね、500ml が、 こちらに今出てるものであれば48本で通常であれば4925円なんですけども3350円で送料込み税込みでなんと購入することができます1本あたりがね通常で言えば100円近くなんですけども69.8円で購入することができますこの3350円で購入できるそこからさらに PayPay ペペ決済をすれば10%還元もしくは15%還元を受けることができるのでもう冷静に考えてめちゃくちゃお得に購入できるサイトになってるんで僕の中で一押しの オンンラインショップの一つとなっております、まあ、還元率に関しても他のサイトであればまあ5%から10%が多い中でもサンプル百貨店がもともと安い上になおかつ還元率がまあ高めなので個人的には結構ここを押してますねで還元上限が3000円とそして5000円相当までなのでまあ単純に計算をしてみると通常のペイペイユーザーの方であれば3000円割ることの0.1なのでまあ3万円分決済したら上限に到達して期間中トータルで5000円割ることの0.1なので ので5万円分決済ししたら上限に到達しますそしてソフトバンク、ワインバールそして Yahoo! プレミアム会員の方であれば3000円割ることの0.15なので2万円分決済したら上限に到達して期間中トータルで5000円割ることの0.15であれば3万333円分決済したら上限に到達するっていうことになるんでもしね購入とかお買い物サンプル百貨店でのお買い物を検討されてる方はですね、まあ、ここの数字を参考にしていただいた上でお買い物してみてもいいのかなというふうに思いますでオンライン ショップの中でもう一つおすすめがありまして、こちらですね。 e 結構ね、PayPay ペイペイと EbookJapan って何かしらのキャンペーンが行われてるんですけども、この7月の大きなキャンペーンの中でもそちら EbookJapan がまあ対象となっているということになります。なので、まあ、電子書籍を買う方であれば、まあ、電子書籍というか、まあ、漫画ですね、購入される方であれば結構おすすめかなと思います。還元率もね、20%、そして25%付与と分かれておりまして、上限も 3000 5000相相当と5000円相当ととということになってますんでまとめてね、何かしら電子書籍を購入される方は、これを利用してみてもいいと思います。まあ、ちょっとね、サイトが多分著作権的にあまり良くないかなと思ったんで、まあ、とりあえず ebookjapan 気になる方はね、調べてみてください。個人的に結構おすすめです。 で、紹介してない他のオンラインショップに関したら、大体還元率が5%、10%が多いので、まあ今お伝えしたサンプル百貨店と ebookjapan であれば、まあ還元率高くお買い物することができるんで、まあそちらでね、もし購入される方は検討してみてください。で、最後4つ目なんですけども、こちら PayPayJumbo ということで、これは丸3にちょっと関連する情報となっております。 ま、それがこちらなんですけども、対象ストアのネット利用で PayPay ペペ残高で支払いすると、抽選で一等最大 PayPay ペペジャンボを全額戻ってくるキャンペーンということで、これよくあるねペ、PayPay ペジャンボのキャンペーンなんですけども、それの7月バージョンということになっております。で、気になる対象ストアなんですけどもペ、PayPay ペが指定するオンライン加盟店、対象ストアは、決まり次第こちらで順次お知らせしますということになっております。なので、ま、今は出てないんですけども、おそらく先ほどのオンラインショップの一部とかが、ま、対象になる可能性があるので、 もももししねサンンプル百貨店とかそそうういいったものででおお買い物すするるきにおそらくペイペジャンボも合わせて参加できるような気がしますここら辺の詳細に関したらね、また7月あたりとかその前ぐらいに動画にするかもしれないです。で、キャンペーン内容は、キャンペーン期間中、PayPay ペイペイ決済をご利用いただいた際に、参加に1回の確率で以下のいずれかが当たるということになっております。1等であれば100%、2等であれば10%、そして3等であれば1%ということになってますんで、まあ、正直ね、PayPay ペペジャンボに関したら、もう当たったらラッキーかなっていうこと で、決済するときは必ず PayPay さん高っていうのがポイントとなります。まあ、未だにね、この p a y p a y ンボに関しては、この1等というのが見たことないんですけども、本当にね、もう未だに3等とか2等ぐらいまでしか当たったことないんですが、正直ね、本当にこれ当たるのかなと思いますね。ぜひ視聴者さんの中でこれ1等当たったことあるんですよっていうコメントなどあればね。 教えていただければと思います。ってことで今お伝えした内容をまとめると、セブンイレブンとペイペイのキャンペーン、そして街のお店とペイペイのキャンペーン、オンラインショッピングとペイペイのキャンペーン、あとはペイペイジャンプも開催されるっていうことで、まあ、正直ね、まあ還元率的には全体的にあんまり大きくないとこではあるんですが、 普段使うお店とかで、まぁ、PayPay で決済すれば、還元率アップした状態で決済することができますんで、ま無理にね、使う必要はないんですが、そこの辺はご自身で考えた上で決済してみてください。まそんなこんなで今回は7月の PayPay の夏の PayPay 祭りについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ま今回ね、動画には触れてなかったんですけども、おそらく別の動画であの、PayPay ステップですかね、これのルールが若干変更されたということで、これはまた改めて動画にしてお伝えしようかなというふうに思っております。ま今回は PayPay が大型な キャンペーンをするっていうことなんですけども、他のスマホ決済もね、まあ、この夏に合わせてきて、何かしらの大型のイベントをしてくれる、してほしいなというふうに、若干ちょっとね、僕も思ってるところではあります。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、4つに関しては概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。